今日は、多肉の水やりについてちょっとお話をね、しようかなというふうに思いますけど、このような感じで水やりして、こう状態のいいものはですね、1日か2日で、こう葉がパンパンになってね、あ、水が吸えてるなっていうのがこうわかります。だけど中には、2日経ってもですね、これも赤い唇なんやけど、シワシワのまんま。このセブンナイツもいまいち。ビーハウスさんの、アースラか。アースラも、まあ、これ、吸えてないわけじゃないんやけど、ちょっといまいちだなっていうのはね、中には出てきます。まあ、こちらとかね、植え替え遅れということがあるかもしれんけど、こういったやつはですね、一度、根の確認、それをした方がですね、いいのかなというふうにこう思いますので、この後ですね、この3つの苗、ちょっとこうね、根の状態を、見ていこうかなというふうに思います。はい、そういうことでね、早速ちょっとこの根の様子をこう見ていきたいんですけどね、特にひどいのがこの赤い唇やな。まあ、次にこれがまあまあ、アースラはまあ、この中でも、多少はマシかなっていうね、そんな感じ。根詰まりって感じでもないですね。はい。特にこれが悪いから見ていきましょう。どんな感じかですね。本当は植え替えとかするときに土ってね、完全に乾かしといた方がいいんですよね。やっぱこういうふうに濡れてると、これが原因で、こうね、またこう雑菌が入ったり、そういったことがあるから、本当は乾いといた時の方がいい。やっぱあれかな。まあ、今まで動画でも撮りましたけど、無茎のタイプでこういうふうに茎立ちをするとあんまりよろしくない。で、少しこれちょっと根詰まり状態ではあるんですね。根詰まり状態だから根が張ってないわけでもないんですよね。だけど、なかなか吸えてないという感じですね。これもあれかな。根をリセットの方がいいのかな。ね、こうありますけどね。なんかね、やっぱ良くないんかな。ね。まあ、紫式部とか思い切って根をリセットしたら、ああいうふうにね、すごい元気になったんで、わあ、これこうありますけど、こう茎がこう伸びちゃってますね。やっぱよくねえか。こうなってた。ほら。今、こうしたらポキって折れたんやけど、うわ、腐ってた、ほら。うわー、ギリのタイミングでしたね、これ。ギリギリのタイミング、ちょっと色も良くない。あぶね。だからやっぱ吸えてないって、やっぱね、原因があるんすよね。これを、危ない。もうギリギリのタイミングやった、多分。ね。今切って随分良くなったでしょ。ちょっと少し中心が、あんまり色が良くないんやけど、まあ、ここまでくればいいかな。ね。これでしたからね、これ。これ。ね。だからやっぱ原因ってあるんすよね。だからこれはこういう感じなので、本当は太陽光でね、こうしっかり乾かすといいけど、まあ、いつもの通り、ちょっと乾かす時間がもったいないので、ハイフレッシュとかつけてね。ありますよ、ハイフレッシュ。最近売ってないんですかね。切り口に、刺し目、刺し木、葉刺しに、切り口にたっぷりまぶして、用土に刺すと切り口を保護します、というふうに書いてます。だから自分こう使ってますけどね。本当はね、なんか乾かした方がいい気がします。ちょっと動画的にこうやってるんでね。うわー、よかったよかった。ということは、残りの
やつもちょっと危険なのかもしれん。セブンナイツ。これも、ね、根が張ってないわけではない。一緒ですね、さっきと。だけど、またこれもそうやな。茎立ちしてるね。これね。さっきと完全に似たような状況。ね。わちゃ。なんか、危険な予感がします。ここら辺黒いっしょ。なんか危険な予感。聞きますか。コーン。うわ、やっぱ行ってる。ほら。うわー、行ってる。これ。あらー、これはちょいと。これはちょいと。あ、ここまで行けばいい。ね、こうでしょ。うわ、これもギリのタイミング。あら。だから、放っておくと手遅れになるってことですね。あ、よかった。動画撮影用にやったやんけど、本当は根の状態の確認のつもりでしたがね。うん。こういうふうになんか、多肉を結果的に助ける、そういった感じのものになりました。よかった。動画を撮影してよかった。ね。はい。ちょっとつけすぎやな。つけすぎなんですけどね。こんなつけなくてもいいんですけど。こっちもそうですけど。さあ、アースラはどうかな？アースラそこまでない気がするんですよね。うん、感覚的に。お、あ、これは丸かな。完全に。根詰まりがひどいってことでしょうね。これはね。根詰まりしすぎ。だからこれは状態そんな悪くなかったですね。さっきの二つに比べて。見る前からこう言いましたけど、これが一番マシというか、そういう話をね、したかなと思いますけど。はい。さあ、これが。これは茎立ちしてなくて、根から、根というか根元からしっかり発根してる。これも一回リセットしたかもしれません、これ。ちょっとね、記憶が曖昧です。いい感じで発根してる。引っ張ってもなかなかちぎれにくい。ね、いい感じ。やっぱ健康ですね。ちぎれないです、なかなか。うん。これは悪くない。だから、このアースラについては完全にね、根詰まりでしょうね。根詰まりで、据えてなかった他の二つとは全然違う。うん、そういう状況であったと。で、こういうふうに、根をですね、こう、カットしてやると、また新しくたくさん発根してくる。そういう性質がありますからね。はい。よりよく発根すると思います。で、まぁ、ちょっとさっきね、悪いところの部分を切った、こう、ハサミを使いましたんでね。まぁ、ちょっと動画的にこれにつけますけど、後でね、本当はね、水道水で、綺麗に洗います、これを。こう、切り口。ちょっと動画的に、ここでやってますがね。うん。綺麗に洗おう。ね。綺麗に洗って。ああ、だから、ハイフレッシュを、この中にまぶして、それで洗ってあげてもいいかもしれないですね。うん。ね、この後、うわ、こんなにあれですけど、綺麗に洗います。あ、ここがこうなってたね。茎がね。で、この周りからこういうふうに発根してる。うん、いい感じですね。これ一回やっぱ根をリセットしてるな。あ、けど中心がまたちょっと、変な感じ。変な感じである。うん、だけどまあ根の調子がいいから、まあこれも、ちょっとハイフレッシュとかつけてですね。はい、きっちりね。植え直していきたいなというふうに思います。まあ、植え替えのね、手順っていうのはもういつも通りなので、今日はね、撮影をしませんけども、はい、植え替えた後だけは撮ろうかなと思いますけど、はい、まあ今ちょっと説明あったようにね、
これとこれっていうのはもう本当茎が完全に黒くなってた、だから吸えてなかった。こちらの方は、根詰まりによって吸えてなかった、はい、そういったことがね、今回分かったかなというふうに思います。はい、ですから、水やりをして、2日経ってもですね、こう葉を触ってみて吸えてないなっていうことが、あると、それは何らかの原因に、原因がねあろうかと思います。根詰まりしてるか、ああいうふうにね、根が悪いというか、こう茎の方がねあんな風になってた、そういったこともありますからですね、はい、だんだん秋に近づいていってますんで、これからはねこういった作業中のもこうどんどんできやすい季節になってきてるので、はい、悪いと思ったら後回しにせずですね、すぐに処置していく、それが、きっちりね育っていく、コツになろうかなというふうに思いますので、はい、そのように育成してみては、いかがかなということで、ことではないねというふうに思います。植え替えを完了しました。さっきとね、繰り返しになりますけども、水をあげて、1日から2日、経ってもですね、どうも葉の中にこう水が蓄えられてないなっていうね、そういうふうに感じた場合っていうのは、まあ、このセブンナイツと、赤い唇みたいに、もう茎の方がですねあんなふうに真っ黒になってる、そういったことがあるし、まあまあ吸えてるけど、まあちょっといまいちだなっていう場合は、あのこのアースラみたいにですね、かなりちょっと根詰まりがひどかった、まあそういったことがね、原因としてあります。だから、何なりかのですね、こういったこう理由っていうのが必ずこう存在しますので、はい、ちょっとおかしいなと思ったらですね、まあそのまま置いとくということはせず、はい、すぐにね処置をする、それがまあ、多肉をきれいにこう育成するね、一つのコツじゃないかなということで思いますんで、はい、気づいたら早めの処置ということで、やってみてはいかがかなというようなことで、今回のね動画を終えたいと思います。今日の動画がですね、育成の参考になるなというふうにこう思っていただけましたら、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。